本日 R1 グランプリ1回戦必ず勝ち上がります。そして2回戦に進んでみせます。オー決勝へ出発進行。うわー最悪ですわ。本日 R1 グランプリ1回戦行ってきたんですけど、僕のネタ長机の上にフリップを3つ横に並べて、まあ、新幹線のような見た目のフリップにして1枚ずつめくっていくっていうね、目でちょっと楽しんでもらえる仕掛けにしてるんですけど、会場が新宿のシアタープラッツっていうところだったんですけど、そこに長机がねもうあると思ってたんですよ。もうライブ会場どこにでもあるんですよ、長机って。でも今日受付に行って、道具何ですかって言われて、長机とって言ったら、長机ないんですよ、机になっちゃいますね。その瞬間もう真っ青になりまして、今日のために1年間ね作ってきたネタがちゃんとした形で見せられない、どうにかして表現しないとだなと思って、フリップを1枚に絞って譜面台借りて音に合わせてやったんですけど、結果はまだ分かんないですけど悔いは残ってますね。教訓ですね。本当に道具の確認とかはもうきっちりと入念にやるべきであります。長机ないのかよ。 R1 グランプリ1回戦突破しました。嬉しいです。次は長机ちゃんと持って万全の状態で2回戦挑みます。